だね、店内にするか素直に。机の位置がな、ちょっと高いの。わかる。ちょっと高いの。フルオージーブレックファーストを頼みました。リコッタパンケーキを食べようと思って来たんですが、どうもなんか期間限定でバターミルク、バターミルクのパンケーキだそうです。頼んでみました。いただきます。ミルズごちそうさまでした。美味しかったね。うん、なんかもともとリコッタチーズパンケーキを食べようと思って出てきたんですけど、期間限定のあれバターミルクパンケーキだったっけ、うん、結構美味しかったです。なんか私リコッタチーズパンケーキだからふわふわなのかと思ってたけど、なんかそういうことじゃないかもね。ふわふわしてたね、うん、なんかピルズは手首で体温測って入店しました。平日なのであれ一番乗りだったかもしれないね。そうね、あの貸し切り状態で最初食べてましたけど、食べてる中で2組ぐらい他に後からお客さん入ってきたかなという感じでした。ちょっとね土日はまだやっぱり混むかなと思います。ごちそうさまでした。基本的に普段現金を使わないんですけど、あの四十肩の治療の病院が現金しか使えないので、そろそろさすがに現金が尽きてきました。一番最近で ATM に行ったのが2019年の3月なので、1年半ぐらい引き出ししてなかったんですけど、まあ、ちょっとそろそろお財布の中が寂しくなってきたので現金を引き出しました。普段 ATM でお金を下ろす時にも、3万円から5万円ぐらいなんですけど、2019年の3月はちょっと多めに10万円ぐらい下ろして、で、まあ、1年半ぐらい ATM に行かなかったので、まあ、ちょっと多かったのかなと思ったんで、今回は5万円ぐらいにしておきました。東京オリンピックのビーチバレーのチケットが当たっていて、本当だったら今日この時間にここに来る予定、潮風公園が会場だったんで、ちょっと天気の加減とかを見に来たんですけど、今日曇ってるので、曇ってたら全然ちょうど良さそうですね、感染問題なさそうなんですけど、これ晴れてたら確かに暑いかもなという感じですね。その日の天気によりそうだなという印象です。多分この辺りが観戦できる会場だと思うんですよね。今ここですけど、さっき喋ってたのがこの辺ですね。ちょっと工事で壁が張ってあるんで中散歩できなかったんですけど、ここら辺なのかなというふうに思いました。中入りたいですね。ちなみにお台場ってちょっと面白くって、ここは品川区なんですよね。でここはここは港区なんですよね。でこうお台場のその大半を占める大きい面積は江東区という、まあ、3区にまたがる島なんですよね。今日の徒歩数は5681歩。昨日ほとんど歩けてないんで、まあちょっともう一息歩きたいけど、こんなもんですかね。5600歩ぐらい歩きました。昼ご飯かな夜ご飯かなの間ぐらいの時間帯ですけど、お母さん食堂の2分の1日分の野菜ちゃんぽんということで、野菜が食べれるちゃんぽんにしてみます。いただきます。ファミリーマートのメルティショコラバナナを食べてみようと思います。夫は先に食べて、こう見た目のイメージよりバナナの風味が強かったと話してました。じゃあ開けてみて。こんな感じ。いただきます。こんにちは、ファイナンシャルプランナーのフローチャイヤです。こちらのフローチ Vlog なんですけれども、学生の方も何人か見てくださってコメントいただいているようなので、ちょっと学生の方向けのお金の話も少ししてみようと思います。で今日はですね、よくその学生時代にどのぐらい貯蓄をしているといいんですかって聞かれることがあるので、その貯蓄の考え方についてお話をしようと思うんですけれども、基本的には学生時代に一生懸命貯蓄をする必要性というのは、かなり低いんじゃないかなというふうに
思っています。それよりは使えるお金をもう一度価値を生むものに何かこう払うという、まあ、どちらかというとお金を使うときに一歩立ち止まってもう一度価値を生むための消費って何だろうという、 こう使い方をこう慎重に選ぶ習慣というのがおすすめです。で、まあ、どうしても何かこう強いて言うならお金のトレーニングをしてみたいという方は、例えば、就職活動とか自動車の運転免許とかをいつ取りたいと思っていて、で、まあ、例えばその免許の費用を1年後に、まあ、取り始めたいのであれば、それをこう分割してお金を準備していく方法とか、あるいはその就職活動にあたってスーツをどういうものを買うかなとか、靴とか、カバンをどういうものを買いたいかな、いくらぐらい予算が必要なものなのかなというような形で、やりたいことに対して予算を立てるという習慣とか、立てた予算を月割に分割してお金を準備するということを試してみるというのも、まあ、いい方法なんじゃないかなというふうに思います。で、貯蓄はまあそんなにこだわらなくてもいいんじゃないかなというふうに思ってるんですけれども、一つ注意をしていただきたいのは、奨学金以外の借り入れをもう基本的にはやらないというようなポリシーでお金と付き合っていくという習慣を身につけていただくことは、これは学生時代からできておくといいんじゃないかなというふうに思います。例えばですね、奨学金以外の借り入れってどういうものかというと、例えばカードでお金を借りるっていうのはもちろん分かりやすい借り入れですけれども、やらない方がいいですし、まあ、ちょっとちょうど2022年に18歳から成人ということになりますので、そうなってくるとローンを組んで何かの契約をするという行為を自分自身でできるようになってきます。例えばエステを分割支払いするとか、何かその絵画を分割で買うみたいな契約行為ができるようになるわけなんですけれども、こういったものも自分が先にお金を準備してから何かを手に入れる、ブランドの時計を買うとかっていうのも自分が先にお金を準備してから買うというサイクルを習慣づけるということは、ぜひ意識していただきたいですね。お金を借りて何かを入手して、で、後からお金を返すというサイクルが習慣づいてしまうと、これはなかなか社会人になってからもお金の使い方として難しくなっていく、その返すっていうことをこう常にやらないといけないというサイクルになって大変ですので、まあ奨学金以外についてはお金を借りないで、借りるって分かりやすい借り入れだけではなくて、例えばこうなんでしょうね、EC サイトの後払いサービスみたいなものを使うとかっていうのも借り入れにあたりますので、まあ、そういったものを使わない、基本的にお金を使う順番としては先にお金を準備して欲しいものを入手するというサイクルですね。まあ、すごくオーソドックスなことなんですけれども、借りるっていうことをしないだけでもかなり、新社会人になった時のスタートダッシュ変わってきますので、まあ、学生時代に強いて言うならばお金について気をつける習慣としては、借り入れをしない習慣をつけるということが、まあ、非常にオーソドックスですがおすすめな習慣になってきます。以上 FP 小話でした。こちらのチャンネル風呂内 Vlog では日常の記録、Vlog の中にお金に関する情報を織り込んでいくというコンセプトで動画を更新しています。毎日19時に更新しておりまして、毎日見ていただくことでなんだか最近お金に詳しくなった気がすると感じていただくことを目標にしています。動画の概要欄にはその動画に関連するリンクなどのテキスト情報をできるだけ丁寧に書くように心がけておりますので、気になるテーマが出てきましたら動画の概要欄もご覧いただけるとお役に立つかもしれません。このチャンネルの動画を面白いと思っていただけましたら、いいね評価やチャンネル登録いただけると嬉しいです。今後ともよろしくお願いします。